これから ML 添削動画塾を始めます。今回は ML 釉薬クラブの皆さんがお花をテーマにして描かれた作品を添削発信します。今日のお花はギボウシの花です。それでは描かれたアングルの写真をお見せします。それでは描かれた写真をお見せします。そして作品をお見せします。お花の表現をよく捉えて描かれていますが、お花の色が単調に塗られているところ、葉っぱの筋が不明確になっていますので、2点を重点的に添削します。それでは添削します。まず設定は、ブラシは色塗る面積によって選択してください。水の量は80から90ぐらいに設定して動かします。それから RGB はまずは中央に3本バーを置いてください。描画モードは添削をしますので通常にしてください。それでは花びらの添削をします。まずは花びらに筋を入れます。はい、このように
花びらに筋を入れてみました。最後に定山黒マスクで仕上げたいと思います。それでは葉っぱの筋をちょっと曖昧ですので正確に入れたいと思います。はい、このような感じで一旦筋を消して仕上げに入りたいと思います。それでは一旦閉じます。